木原実は、日本の家人、詩人、政治家、愛媛県生まれ、1931年愛媛県立今治、中学校中退、10代から労働運動に関わり、1935年治安維持法違反で逮捕、1942年王将、ソマン国境で敗戦を迎える、1947年全国農業会主事法、日本農民組合中央執行委員、 社会タイムス政経部長、日本社会党総務部長。1957年日中復興国民会議、常任理事。1967年の第31回衆議院議員総選挙において、千葉県第1区で当選し、日本社会党の衆議院議員となる。1968年3月10日に、成田空港問題をめぐって、市街地での衝突が発生した時には、 空港建設反対派を支援する立場から、警察側の実力行使は、完全に警察権行使の行き過ぎなどとして、警察幹部の免職を求めた。1969年に、静岡県に代替空港を作るとした、木原市案を出したが、前年にはすでに地元住民の条件賛成派との、用地買収の覚書が交わされており、その頃にはすでに空港用地の測量も終わっていた。 1971年の成田空港を予定地の大執行中に新東京国際空港公団分室を訪問した時に警備員が持参した木原を反対派と誤認して排除しその際に負傷した1973年党千葉県本部委員長1976年党顧問1980年の第36回衆議院議員総選挙で落選 ありがとうございます。